アフガニスタンの幼稚園子外での自然体験幼稚園は、満3歳から小学校修学までの幼児を教育し、年齢にふさわしい適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育施設。19世紀前半に活躍したドイツの幼児教育者、フリードリヒフレイベルが1840年に設立した小学校に上がる前の幼児のための学校が最初の幼稚園である。 幼稚園という語は彼の作った学校の名前であるキンダーガートンを翻訳してできた。ドイツ以外の国々でもフレーベルに敬意を表してドイツ語からの外来語としてのキンダーガートン、キンダーガートンという表現を使う。アメリカ合衆国のカリフォルニア州など多くの州では1年の幼稚園が義務教育で小学校と併設されており、プリスクールとは幼稚園のさらに前の教育施設として、 プレスクール、またはプレケイキンダーガートン、ファーストグレード、という順序になっている地域が多い。保育所はナーサリースクール、またはデグターセンターという、実際にはフレーベルよりも数年早く、イギリスの産業革命の中で、子供の工場労働による健康障害と死亡率の高さに対し、空想的社会主義者と言われるロバート応援が、幼児、 子供のための性格形成学院を開校している。ただし、現在の幼稚園の実態は、ほとんどがフレーベルの構想の中にあったもので、その意味では、彼が幼稚園の生みの親と言っても間違いない。ボール遊び、積み木、お湯に、砂場、鳥や小動物の飼育と触れ合い、母親の家事の手伝い、言葉遊び、学級花壇での花や野菜の栽培など、すべて体系的に、 フレーベルの著作の中にある、彼の幼稚園教育学を参照のこと、制度、編集日本の場合、幼稚園は、文部科学省幼児教育課の所管で、学校教育法第一条に規定される学校の一種で、ある、大学、大学院までの教育体系の中の一環として、組み込まれている、私立の幼稚園においては、学校法人の他個人、社会福祉法人、 宗教法人などが設置できる。なお、保育所は厚生労働省所管の児童福祉施設であり、保育を行うものの学校教育法による学校ではない。なお、幼稚園機能と保育所機能を合わせ持つ施設として、養護連携型認定子ども園がある。日本の幼稚園における教育内容は幼稚園教育要領の中に示されており、その内訳は、健康、人間関係、 環境、言葉、表現のご領域となっている。施設設備については、幼稚園設置基準で定められている。幼稚園の教師になるためには、法律で定められた免許を取得しなければならない。学校教育法、第26条では、幼稚園に入園することのできるものは、満三歳から小学校就学の式に達するまでの幼児となっており、また幼稚園設置基準第四条では、学級は、 学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成することを原則とするとなっており、ほぼ完全に年齢主義による運用となっている。学年は学校年度4月1日から翌年の3月31日までに達する万年齢で決まり、4月2日翌年4月1日までの生まれで年少が4歳、年中が5歳、年長が6歳になる子供である。 ただし、就学猶予を受けた場合など、学齢に達していても引き続き通うケースは存在する。また、入学年齢に達していなくとも、兄弟が通っている場合には、特例として2歳から年少組に入ることがある。その際には、年少組を2年経験する。満3歳からの入園は、義務ではなく、公立幼稚園等では、満4歳からの入園も広く行われている。 かつては2年保育がほとんどであったが、出産後も仕事を続ける母親の増加といった時代の変化もあり、現代では3年保育が主流になりつつある。一方、沖縄県はアメリカ占領下の影響から5歳児のみの1年保育が多い。主に小学校内にあり、小学生と一緒に登園する光景が見られる。また併設されている学童保育も利用でき、 保育園児でも最後の1年は幼稚園に通うケースが多い。2005年現在、日本には13,949の幼稚園があり、うち国立49円、公立5,546円、私立8,354円である。また、小学校や大学等に併設された併設園と独立園がある。また特別支援学校には、 幼稚園の家庭に相当する幼稚部が置かれている。普通の幼稚園でも知的障害のある子供に対して年長組の年齢でも年少、年中組に在籍することが可能な幼稚園もある。民族学校の一つである、朝鮮学校では幼稚園家庭に相当する幼稚班が初級学校に併設している。また小倉朝鮮幼稚園は幼稚教育のみを行う単独校である。いずれも、 各種学校として認可されており法的には幼稚園とみなされない。さらに、日本社会においては、幼稚園とは別に、小学校受験のための幼児教室や幼児、教育研究所なども存在する。近年は、プリスクールの名で修学前児童、幼児の保育や教育を行っている施設が増加している。歴史、編集日本では1872年に交付された。 学生に小学校の一種として、幼稚小学が、幼稚小学箱女の指定6歳までの、物の小学にいる前の短所を、教るなりと規定された。修学前の幼児教育施設として、実際に設けられた、最も早いものは、1875年12月に、京都上京第30区第27番組小学校に付設された、幼稚、有機場である。これは、 フレーベルのキンダーガルテンに習って、官民一致で設けられたものであるが、それは一年半しか存続しなかった。キンダーガルテンの役語として、幼稚園を最初に名乗ったのが、1876年に開園した東京女子師範学校付属幼稚園で、現在もお茶の水女子大学付属幼稚園として、存続し、これが日本で最古の幼稚園とされる。 1879年4月1日には、鹿児島県が、東京女子師範学校付属幼稚園より、日本人ほぼ第1号とされる、豊田富を招平し、鹿児島女子師範学校付属幼稚園を、開園させている。さらにこの年の5月3日には、大阪市に、大阪府立も半幼稚園が、6月7日には、仙台市に、仙台区木町通り、小学校付属幼稚園が、 相次いで開園し、これ以降、幼稚園教育が地方へと展開していく。また現存する、私立幼稚園としては1886年に、石川県金沢市に、英和幼稚園として開園された北陸学院短期、大学付属幼稚園がある。この時代に開園し、今日まで現存する園舎については1880年に、開園した大阪市中央区の大阪市立。 相玉幼稚園の木造園舎春光が日本最古のものとして知られ、岡山市の旧朝日東幼稚園,園舎と共に重要文化財に指定されている。フランスには幼稚園にあたる施設が数種あるが所管する、省庁が異なり保育サービスを含むものもある。エコールマテネル教育省所管で日本語では幼稚園はあるいは母親学校と呼ばれる、小学校教員が教育にあたる。 ジャルダン・ダンファンツ医療担当証書館の幼稚園で、目的や教育手法は教育証書館の施設とほぼ同じである。ただし乳幼児指導教育員が教育にあたる。ありがとうございます。